まずは12日分。一回ちょっとマイク喋ってもらっていいですか。はい、OK です。よろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギナワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、今日は明日、まあ、収録では金曜日なんですけど、はい、なんか中学校の卒業式らしいですね。もうそうですね。もうこんな季節なんですね。あっという間ですね。はい。私が卒業したのは何年前の話だろうっていう、何十年、何十年前の話かな。25年前、違うか、そのぐらい。僕も約20年前になりますですね。はい。番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。またYouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきますね。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、よろしくお願いします。早速、ツイキャスの方で名古屋のダンサーズさんから、お疲れ様ですと来ております。お疲れ様です。今日は無性に暑いですね。いやー、結構日差しが強くて、びっくり、ぽかぽか陽気ですね。びっくりですね。でも、陰に入ると寒いので、羽織物は必要です。まあそうですね。ちょっと羽織物私失敗したっていう。ちょっと厚手物のものをやってしまいました。いや、でも夜になったら寒いですよ、絶対。まあそうですね。はい。では、一曲いきたいと思います。はい、お願いいたします。はい。今日は卒業っていうテーマなので、あ、言っちゃった、まあいいか。テーマにのっとっていきたいと思います。はい。ファンキーモンキーベイビーズで旅立ちです。どうぞ。熱っ熱っ、やっぱりクーラーつける。コロ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 、卒業です。今日のテーマ、久しぶりにこの曲を聴いた気がする。いい曲ですよね。ですよね。これは2週に分けた方がいいな。ちょっといっぱい来てますね。今日結構来てるので2週にわたって読もうかな。うん、熱い。ちょっと下読みしとこう。あ、それも卒業を確かに入れてるかもしれない。熱っ。こっちか。
まあ2ヶ月髪切ってないんで髪がボサボサなんですよ。めっちゃ僕も髪がちょっとちょっともう伸びちゃってるので早く切りたいんですけどタイミングがつかめてないです。私今日本当は切ってから来ようかなと思ったんですけど、なんか微妙に間に合わなかったんでやめました。自分は今日あの車の修理のために時間取ってたら、あ、思ったより早く終わっちゃって、お1時に修理したんですけど2時に終わったんです。あ、1時間で終わったんだ。はい、だからもうしたらでもやっぱりちょっとだけ感覚が変わってたんで、はいはいはい、ドライブしながら来ました。いいことで練習がてら、まあ、今日で慣れておけば大丈夫だなと。あ、なるほど。ペダル変えたらめちゃくちゃクラッチ切れるようになったんでめちゃ下がるんです。おお、うん、いいな。ドライブ、ドライブ、最近釣りにばっかりしか行ってないからな。最近釣りばっかりですね。日曜日は特に、特に日曜日は。お、ブレイクさんいらっしゃい、初参戦って来てますね。収録初参加こんばんはと来ております。ありがとうございます。途中で眠気が来ないかとちょっと心配。ちょっと心配、ちょっと心配。エルチキ食べるんじゃなかったな。ちょっと失敗したな。キャンさんお疲れ様です。来てますね、ブレイクさんから。ありがとうございます。メール行く前にちょっと喋ってから行こうかな。あ、ふくふくさんお疲れ様です。お疲れ様です。ふくふくさん私の友達です。はい、じゃあ間もなくマイクあげます。はい、お聴きいただいたのはファンキーモンキーベイビーズで旅立ちでした。はい、では、早速なんですが今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは卒業です。というのもあの今日明日と 県内の中学校が卒業式ということもあり、まあ多分来週ぐらいでしょうかね、小学校とかもまた卒業式があるので、はい、迫ってきますね。迫ってるのでこのテーマにいたしましたが、キャンさん何かありますか、エピソード。エピソードですか。はい、僕中学生の時、はい、生徒会長だったんですよ。こうなので当時と言いまして、はいはい、なんか挨拶ありますね、はい、卒業生が卒業生を代表として残った在校生に対しての、はいはい、この答えですね、はい、あの掃除っていうのがあるんですよ。在校生があの送ってくれる挨拶があるんですけど、はい、それに対してそれに対して返す答辞っていうのがあるんですね。あ、回答なので答辞っていうんですけど、それを僕読んだんですよ、はい、で、まあ、暗記しようと思えば暗記もできたんですけど、はい、ちゃんと
ですね、こう書道できる子に書いてもらってはい、はい、でこれをこう広げながらこうやるんですよ。はい、で、まあ、ただ単にこうやっても僕暗記できるので、はい、面白くないなと思って、あの全校生徒がこう僕のこの挨拶によって、はい、いろいろ変化するだろうなと思ったんで、あそこでこう読みながら、はい、ちょっと声色をちょっと泣いてるような声にこう変えて変えてこうちょっと詰まってるように読んで、で途中でこう思い出っぽいところで失礼しましたみたいなのを入れてでちょっと涙を誘うみたいな演出をしまして、おお、なんとすごい、あの僕の思い通りにみんな泣いてくれるんですよ。おお、めちゃめちゃ楽しくてそしたらそれが結構良かったんでしょうかね。はい、あのいろいろと普段はおちゃらけて、あのこうなんか茶化してくる同級生とかが最後もうカサカサッつってこう抱きつきに来てくれましたなんか面白いですね、そういうの。はい、楽しかったです。あ、プライムさんから来てますね、ツイキャスの方で。広げながら読む様がまたいいんですよねと来てますね。そうなんですよ、私はもう見る側なんで、はい、もうなんか、うん、生徒会長が高校の生徒会長が確か私と同じ中学校出身の子で、はい、まあいろいろなんか笑いありのだったですね確か。いいですね。で、私の、まあ、卒業式の私のではないんですけど、はい、エピソードとして一個あるのが、あの卒業式の時にくす玉を割るところがあるじゃないですか。はい、それが紐を引いたのにもかかわらず割れないというアクシデントがあったっていうのだけは覚えてますね。はい、私の時だったかな、先輩の時だったかな。どっちかだったんですよ。で結局無理やりどうにか割っておめでとうみたいな感じでやったっていうのは覚えてますね。僕は中学生の時にそれこそ生徒会だったんで、はい、2年生の頃くす玉作る方だったんですよ。おお。なのでもう安全対策に安全対策を重ね、はいはいはい、パッて引っ張ってもし割れなかった時のために横から引っ張る紐を、あ、それやってました、やってました。中学校だったかな、多分どっちかが割れなかった記憶があるんだよな。まあ、本当にパッて言って割れない時ありますからね。あれはもうざわざわざわってきますからね本当に割れないよみたいな。ちゃんと引っ張って引っ張って引っ張ってみたいな感じでやってましたね。はい、ツイキャスの方でカープボーイさん来ております。サッチーさん、キャンさん、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は稽古がお休みなのでゆっくり参加できるようにお父さんが病院に行ってちょっと心配だけど、それで送られる人がいなくなっちゃった同行援護の早く申し込みしないといけないな。え、そうなの、申し、あ、そっか、同行援護、まあ、早めにね、うん、やった方がいいと思いますよ、カープボーイさん。で沖縄大好きさん来ております。こんばんは。こんばんは。ナルトラさんも来ております。お疲れ様です。ちらっと来てますね。お疲れ様です。お疲れ様です。カープボーイさん、でも卒業式中学校の時は裏門出たら誰かが消火器を噴射してそれを合図にメリケンコーナー家計が始まって真っ白になったなってからも、あれ消火器って 目が痛くなるんで笑って罰当たりなことに売らせよう、それで王様の箱の前でやっちまいましたって来てますね。まあ昔っていう何年か前まではメリケンコー投げとかあったみたいですね。まあ僕たちの学校は、はい、ちゃんとした学校だったんでそういうことやってませんので、ね。はい、僕はそういうことには一切関わってませんのでね。さっき着ながらラジオで聞いた話なんですけど、はい、なんか中部のとある学校では何だったかな、木綿豆腐を投げ合ってたとかなんとか、おね、メリケン粉も卵も投げ合ってたとか、
ていうのをさっき聞いて、うわーって言って、メリケン、まあ結構なんか聞きますよね。聞きますね。いろんな市町村さんだったりした、あの市になったところとかは、はいはいはい、割とそういう話を聞きますけどね。まあまあ、まあ、私の出身中学校の先輩たちもメリケン子は投げ合ってたみたいですね、裏で。あ、裏で、裏でですけど。僕たちの時先生方がもう本当に警戒しましたね。まあその時からじゃないですか。あのメリケン子も卵も卒業式の寸前になると買えないっていう、はい、学生特にっていうのが多分主流になりました。主流になりましたかね。あとも豆腐も買えなくなるんじゃないですか。このラジオ、この、はい、あの私が聞いてたラジオを聞いてた多分お店の方々は。豆腐もこれは学生さんには売れないなっていうことで売れなくなると思います。声を大にして食べ物を粗末にするな。確かにそれは言えてる。食べてしまえ。ふくふくさんが来てますね。さっき何投げたって来てますが、私はそんなね、いや悪じゃないから何も投げないですよ。僕はあれですよ、みんなに思い出を投げて。ああ、はいはいはい、それはそこですか。挨拶しない間に投げつけていきましょう、ね。カープボーイさん、浦添中学校もちゃんとお話ししてましたよ。でもさすがに浦添城址公園の王様と王妃のお墓の前ではまずかったかな。いやそれはいけませんね。罰当たりだ。罰当たりなことをしてはいけませんよ。で、沖縄大好きさんから、僕の卒業式の思い出はメリケン子と卵を学校に持ち出して、卒業祝いと両親で称してですね、称して家庭科、家庭科室で温泉卵なんでを作ったり、平屋地を作ってお世話になった先輩にプレゼントした。それは嘘です。おお、嘘なのかい。そもそも持ち出すのは禁止ですし、まあ確かにそうですね。今あれですよ、お花とかそういったものも全部禁止です。あ、らしいですよね。はい、なんかあの差別に当たるみたいな感じですよね。もう、まあ、うーん、とは思いますけども。ですよね。はい。では、この辺でメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。気まぐれなリスナーの皆さん、こんばんは。味噌煮込みスキーです。と来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、卒業。高校の時の卒業式はインパクトがありましたよ。オープンカーで入ってきて、卒業生のとある女子が乗せられて走り去っていきましたよ。あの時の真っ赤なオープンカーは当時の自分にはとても素敵に見えましたね。やっぱり彼だったのかな。案外自由な高校でしたと来てます。うん。オープンカーで、まさかのオープンカーでですよ。かっこいいっすね。いやー、あ、でも高校だからできるのかな。でも校門前とかですよね、大体。成人式みたいに自分でカットしたオープンカーじゃないですよね。まさかまさかそんなことはないと思いますよ。成人式の時自分たちで着るみたいですからね。あれはね、ちょっとなんか車がもったいないというか。ですよ、もう大事に乗りましょう。ね、大事に乗った方がいい、ね。あ、でも伝統とかあるんですよね、確か。らしいですね。ああ、またまたまた、伝統はいいものだけ残していきましょう。そうですね。はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんから来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好き室、せーの、シャキーンって来てますね。おお、いいね。いいですね。メッセージテーマ、木魚ではなく卒業、木魚、ポン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 、じゃない卒業ということで、1週間前に僕の弟が専門学校を卒業しました。4月から新社会人になりますと来ております。おめでとうございます。1週間前、先週ってことですね。何の専門学校を卒業したんだろう。まあ、いろいろ専門学校はありますから。数多いですからね。数多くありますからね。次まで今週で読もうかな。今週なんかいっぱい来てるんですよ。お、ありがたいことに。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。気まぐれラジオ、大盛況でございます。いいことだ。
はい、じゃあ次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。ハイタイリオチアイビーンと来ております。お久しぶりです、リオチさん。お久しぶりです。今日のテーマ卒業。私は食べ過ぎ卒業かな、糖尿病とか心配てんてんてん、血圧も高くて通院してるから食生活見直さなければ。では、収録ちばりよーと来ております。リオチさんあんなにスラッとしてるのに意外。あ、でもなんかツイッターでたまに血圧がっていうのをちょろっと見てたので心配ではあったんですよ。この20代の時は分かったですからね。え、20代の時？20代の時はもう食べ過ぎて毎回中性脂肪が血液検査で引っかかってました、ね、ああそれ、はい、人の3倍ぐらい食べてたので。おお、それはやばい。満足いくまで食べたら、はい、焼肉屋さんで怒られるというぐらいの量を食べてます。あらま大変だ、はい。ツイキャスの方に行きたいと思います。沖縄大好きさん。僕の卒業式の思い出。高校の卒業式ではブレザー投げしました。これはまあ定番ですね。いいですよね、可愛くて。まあ、ブレザーとあと、まあ、女子はブレザー、男子は学ラン投げてましたね、はい。やっぱ大学生 の帽子投げるみたいな感じで、はい、ちょっと憧れますよね。そうですよね、脱ぎ捨てるみたいなね。高校の時は私が出身の高校は、女子がブレザーで男子が学ランだったんですよ当時は、はい。今はもう制服変わってるので、うん、男子も女子もブレザーだと思うんですけど、中学校はセーラー服だったので、はい、女子は何か投げたかな、リボン投げた気がする。かわいいですね。女子はなんかこうちゃんと結べるようなリボンが、リボンというかネクタイがあって、はい、男子は学ランを投げてっていう感じでやりましたね。いいですね。あの時はさすがに何か体育館のところに何かなんていう紐みたいなのがあるじゃないですか、はい、あれにわざと引っ掛けて遊ぶっていう人も中にはいましたね。卒業式の時に投げて、はい、思いっきり投げて引っ掛けようっていうどうやって取るんだろうって思いつつも見てましたけど、まあ、ボールとかだったら必ず屋根に引っ掛けたいなとかありましたけど。ありましたねで、ツイキャスの方でカープボーイさんから、陸上やってる人がすごい食べるイメージあるよね。高橋、これは直子ですかね。はい、直子さんですね、はい。マラソンのあの人の食べる量半端じゃないよ。いや本当そうですよ。マラソン選手とあとあれですね、シンクロナイズドスイミングの選手は、はいはいはい、もう食べる量が半端じゃないです。プレイグさんから、私高血圧が落ち着きましたよ。12月とか上200あった、やばい。そりゃやばい。200は怖いですね。ちょっと倒れるよ。危ないよ。僕も160いった時あるんですけど、はい、なんで上がってたのかわからないぐらい今普通です私も睡眠不足で血圧上がることはあるんですけど、はい、まあ、まあ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 、そこまで150とかまで上がるかなとか、そんな感じですね。200はさすがに怖い怖い。あ、今は大丈夫と来てます。200超える方はさすがに運動をちょっとゆっくりウォーキングかなっておすすめしますね。ですね。筋トレとか始めちゃうとちょっと怖いのね。ですね、そうですよね、はい。そろそろお時間が近づいて聞いてますので、はい、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。引き続きなんですが、テーマは卒業です。まあいろいろ宣言だ何かがいっぱい来てますので、まあ、今週は、2週撮りなので、はい、残りのメールも読みつつもいろいろ卒業について語っていきたいと思います。思います。あ、なんです。なんかもう収録前にご飯食べ過ぎちゃいまして。お腹がいっぱいでございます、今。大丈夫ですか？眠たくないですか？眠くはないです。
あ、じゃあもう大丈夫だ。いや、帰りが怖いっていうね。いや、車の運転はお気をつけください。はい、気をつけます。ツイキャスの方では、カープボーイさん、ラジオで聞いたと思うけど、卒業式の時に上着を上にみんなで投げるやつやって、ポケットからタバコ落ちて卒業が伸びた人いたらしいね。やば。やば。それは投げれずってわかるから普通ズボンに入れようよ。普通はズボンに入れるべきだと。ふくふくさんからスシロー行くね。いや、スシローは後でちょっと日数を考えてから行きたいと思います。スシロー行きたいな。でも寿司は美味しいんですよね。はい。タバコはダメねと。ブレイグさんから来てますね。ダメです。それはダメですよ。いくらなんでもいけないこと。はい、では間もなく時間になりました。はい、というわけで今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。MC はサッチーと。はい、ミキさんのキョンでした。また来週。ダミー。タバコ。いくらなんでもタバコ。僕もこっちで見れるようにしときましょうね。そうですね。そんな方がいいと思います。今日の分は3通読んだから、何通残ってたかな。あと何通残ってましたかね。僕も血圧高くなることありますと来てますね。沖縄大好きさん、早いですね。あっという間。そう、30分なんであっという間なんですよ。血圧の高い皆さん、ウォーキングとか有酸素運動したらいいですよ。ですね。自転車とかですね。ああ。自転車がいいですけどね。ですよ。あんまりこう負荷がかかりにくいので、うん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 、心肺機能も負担かからないので、かからない程度に、はい、ゆっくりゆっくり歩けば。有酸素運動すると循環が良くなるので血圧下がりますからね。ああ、ですね。はい。だからかな。でも私の場合寝不足なんだよな、大体。まあ、原因は、元の原因はそうですけど、下げるために運動しましょうっていうのもあるので。なるほど。では、皆さん一旦切ってまた。一旦切ってまた。再開しますね。今週もありがとうございます。沖縄大好きさんがめっちゃ